それを言い出すと、平成は全く、無秩序に前に進みすぎた。それは間違いなく思う。ネット動画の普及が原因だったろうか。ともかくビデオレンタル、それはかなりない。ビデオ CD は、市場で十二分な評価を受けなかった。DVD はすぐにブルーレイに変わり、そして今はもうプレイヤーそのものが否定されつつある。VHS を否定した、その呪い？そんなことも不意には思う。映像配信はそして、帯域の問題を抱え、なんだか停滞。最初から全部やり直せ、と、衝動的につい言っちゃいたくなる。まあ、今までの惨状ではある。この辺も、実際には、ユダヤ教の王、その、暴走に近い話、だろうか。DVD あたりから色々と、比較に実は面倒その他、そういうのを抱えていて、廃棄した方がいい、実はそういうものだったりする、のだろうか？それはまだ不明。